ブレビン・ナイトはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ニュージャージー州リビングストーン出身。NBA 各チームで控え、ポイントカードとして活躍した。身長178センチメートル。体重77キログラム。ポジションはポイントガード。1997年の NBA ドラフトで、クリーブランド・キャバリアーズから全体16位で指名されて、 NBA 入り。最初の年はスティールでリーグ上位に名を連ね、オールルーキーファーストチームにも選出されたが、その後はあまり目立った活躍をすることができず、多くのチームを渡り歩くことになる。アトランタホークス、メンフィスグリズリーズ、フェニックスサンズ、ワシントンウィザーズ、ミルウォーキーバックス、シャーロットボブキャッツなどでプレーした成績は、試合平均7.6得点。 6.5アシストであった。ナイトがその評価を一変させたのは2004年にリーグに新加入したシャーロット・ボブ・キャッツにエクスパンションドラフトで移籍した最初の年である。経験とゲームメイクの能力を買われたナイトは新しいチームにフィットしアシストを急増させる。実にギャリア8年目にして試合平均10.1得点。 9アシスト1.98スティールの好成績をマークし、その年、シーズン MVP を獲得したスティーブ・ナッシュに次いで、アシストランキング2位に顔を出した。シャーロットでは3シーズンを過ごした後、2007年にウェーバーにかけられポイントガードが手薄な、ロサンゼルス・クリッパーズに2年契約で移籍する。クリッパーズでは1シーズンを過ごした後、ジェイソン・ハートとのトレードでユタジャズに移籍した。 ありがとうございます。